俺の区間は AWM、ハイロモスコです。今回はですね、まあ、あれなんですよ。実はですね、まあ、イベントの方にですね、まあ、昨日も紹介したと思うんですけど、デイリーログインで、まあ、1日1回無料でガチャが引けるっていうのがあるんですけど、僕、キャラクターがですね、114キャラですね、レベル5あるんですよね。で、まあ、ちょっとね、これを全部ライブで引こうとするとですね、ものすごい時間かかっちゃうわけなんですよ。なんで、今回は、動画にてですね、まあ、半分ちょっとね、使って、半分のキャラを使って引いていこうかな、まあ違う動画撮影で一部2キャラか3キャラぐらい使っちゃったんですけれど、まあそれでもあとですね、まあ55キャラぐらいはですね、ちょっと動画上で引いていこうかなと、まあ早速引いていこうかなというふうに思います。それではやっていく。じゃあ早速ね、引いていきましょう。1キャラ目ですね。まあ早速完璧したら嬉しいんですけれど、そんなポンポンは来ないですよね。じゃあ2枚目ね、2キャラ目引いていこうかなと思います。出してきてな、マジで。なんか、オレンジでもいいから、まずは出したいな。じゃ、次のキャラ、引いていきますね。なんか、出したいね、ほんと。何かをさ、出させてくれよな。何が神だよ、ほんと。はい、それでは、次のキャラ、回していきたいと思いまーす。いきまーす。アムロ、いきまーす。じゃあ次のキャラ回していきますよ。ねえ、次のキャラ回していきますよ。ねえ、次のキャラ回していきますよ。この辺なんかコイン取るので結構ね、俺時間使っちゃってるね。完全にちょっとロスがあるというね。で、次のキャラで当てていきたいと思います。次のキャラも当てていきますよ。じゃあ次のキャラも回していきます。おいで。おいで。ウルトラリア、金箱おいで。おいで。もうちょいいないよ。ではですね、次のキャラ、回していこうと思います。次のキャラですね。次のキャラ、回していきますよ。ねえ、こちらですね。回していきたいと思います。ねえ、こちらです。挨拶ってなんだそれ。はい、では次。次のキャラ、回していきたいと思います。いいね。いいね。いらんだろ、そろそろこの流れな。疲れてきたんだけれど、普通に。はい、では、次のキャラですね。回していきたいと思います。普通、ちょっとね、こうやって普通のところを入れないとね、もうなんか、縮小気味になっちゃうからね、なんやこのおっさんみたいな感じにね、なりそうなんで、なんやこのおっさん、何ぐらいこのキャラ何キンキン受け取れる？あ、え、受け取れた？え、このキャラキンキン受け取れるの？なんで？受け取れた今。あー、これ、同担制限あるけど、受け取れよ、まあ。無理なやつ。びっくりした。金券なんか受け取っとるんかと思ったわ。びっくり侍よ、ほんとな。あ、これ、金券受け取ってないやつはこうやって出ちゃうわけね。同端末ダメですよっていうのが、出ないわけだ。なるほどね。なんか、なんとなくね、分かった気がする。こっから、まあ、受け取っていきますよ。はい。無料のね、ガチャの方。受け取って、いきますよ。なんかさっきから下しかこんな。さあ次も回していきますよ。回していく。ここら辺ね、ログインも受け取っとったらね、後で栄光物資勲章もね、多分手に入れることが後々できると思うんで、そのためにね、ちょっとそこら辺のね、デイリーのあたりもね、デイリーとか月間のあたりもね、受け取ってるんですよね。そんな感じ。下ばっかりだな、さっきから。オッケー、こっから好きな、ね、復帰ボーナスあるんだ。72時間の復帰ボーナスって。結構俺ログインしてないな、ほんと。ねえ。いや、使ってないキャラマジでね、レベル5のキャラでもね、なんかたまたまなんか空いてしまってね、使えてないキャラっていうのも、まあ、一部いたりするんすよ。まあ、こんな感じでね。スプレーいらねえわ、3パー。はい、次やっていく。これもうね、金券毎回受け取れるからさ、ちょっとね、反応しちゃいそうになるんだよ。全部の金券受け取ったらこれいくらだろう。まあ、100キャラおるから、1万金券か。1万金券はえぐいね。さすがにね。1万金券はえぐいよ。また下じゃねえかよ、ほんと。はい、では次見ていきましょうね、これ。あ、こいっこからマジでログインしてないキャラになるんだ。最近まあその、全キャラをね、活用できなくなってきてますからね。それは100キャラ持ったらね、100キャラをね、毎日その運用するってのもね、手間がかかるっていうもんですよ、はい。はい、じゃあ次のキャラ見ていきましょう。録画するの忘れとったからね、月間ログインだけもう受け取っちゃったっていう。絶対これね、そのうち録画ボタンを押すのを忘れてから勝手に引いちゃう時あるからね。全然影じゃないや、これな。真っ白じゃん。はい、次ですね。これ金券受け取れたらマジでかいよね。2月6日までなんだけれど、今回のね、この、
月間ログインが結構長いんですよね、デイリー。これ31までだから、そっから2日じゃない、2月になるまではね、ずっとね、弾けるっていう、最高だよね。アイデア次回していく。月間ログインも取っていく。あ、このキャラ、ログインしてるんだ。まあ、ちょくちょくね、なんか使ってるキャラがね、いたりするんですけどね。なんでだろう。理由をね、覚えてない。おのおののキャラの理由なんてわざわざ覚えてないからね。うん。そんな挨拶ねえよ。はい、というわけで、やっていこうと思います。それでは、やっていく。それでは、やっていきたい。また長い長い。エフェクト、ああ、なんかここまで間違えて入ったら長いんだよ、このエフェクトなんかさ。マジで。ああ、間違ってこっち引いちゃった。こっちじゃない。君だけんじゃねえぞ、ほんと。やめとけ、花は。花やめろ、マジで。鼻くそやろう。鼻くそはダメだな。それダメだ。うん。はい、というわけで次の方ですね。やっていきたいと思います。パラシュート、幸せってな。あのパラシュート、マジでね。最初の方からあるんですよ。なんか、ああいうパラシュートの中にね、しれっとなんか強いやつが混ざっとったら、なんか、面白そうなんですけどね。うん。はい、じゃあやっていきましょうかね。月刊を受け取って、これ入ってないんだ。なんかちょくちょくなんか、入り忘れてるかな。入ってないキャラがね、おるんですよね。なんでだろう。理由が全然ちょっと、わかんないんですけれど。まあ、いっか。うん。はい、というわけで、次も回して、いきたいと、思いますそれではやっていく。行く行く。あーこっちには行きたくねえよ。こっちには行く行くしねえよ。もうこれ長いんだよね、これね。ブロンズってやつね。ブロンズがマジでね、どうやって行くからね。ほんと。行かなくていいから、ほんとに。いらないからね。はい、そして、次は回していく。で、ガチャの方も、無料ガチャの方も。もういいや、これ。飽きてきた。うん。何回もこれするとね、まあ、マジで縮小気味になるんですよね。ライブとかでも。ほんとに。はい、では次、回していきます。これ、月間ログインボーナス。ねえ、これ受け取っとかんといけんのだよ。これね、結構めんどくさいんですよね。何回もしとったら、この月間ログインボーナスをね、受け取るの。この月間のね、デイリーログインはいいんですけれど、月間はめんどくさいんですよね。オーケー、次も回していきたいと思いまーす。オッケー。どういうノリだこれね、マジでね、わからんくなってきてるもんね。この、ノリの感じがね。結構なんか、わからない。うん、ブリ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 リュ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 ブチチチチチチチブリュ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 あんまでもブリブリとか言っとったらなんか YouTube にね怒られそうなんだよね。ねえ、ブリブリの原作の人ね、めっちゃ怒られてるからね。ブリブリの原作の人ってなんだ。原作とかあるのかあれね、ほんと。次も回して行きたいと思いまーす。お前さん、お前さん、お前さーん。お前さんっていうのは原監督ですね。原監督の話しても、こういうやつでわからんだろうな。うん。そして、次も、やっていく。やっていくよ。やって、あ、待って、まだミスったんだけれど。もうここ長いもんね。ここ、これ。こうなるんだよ。これが嫌なんだよね。マジで。なあ。そんな出てこんでいいよ、ブロンズ。何回も何回も。ふわ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 さ。ふわ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 しやがって、ほんとに、マジ、ほんとね。はい、じゃあ次、回していく。もうこのパラシュートね、親の顔ほど見た。もう今日はね、今日だけじゃなくて、親の顔以上にね、間違いなく見とるよ、あのパラシュートね。そろそろクソパラに見えてきたわ、あのパラシュート。このマスクもクソだわ、ほんとな。はい、じゃあ次も回していく。前もね、2周年の時は、何日間経ってから神 B だもんね。まあ最初の方はね、まあローペースかもしれませんけれど、がっつり回していきますよ。おーこれダメだろ、これな。さあ、それでは、次のキャラ、やっていきますかね。はい、パラシュート。これパラシュート受け取った後なんか、イベントページ閉じちゃうんだよね。あ、閉じてないか。なんか変なね、変な判定になってることがあるんですよ。どういうバグなんだろうね、まったくね。はい、では、次も、回してく。はい、では、次も、回してく。ちょ、いいわ。いい。そういうのいいっす。あ、なんだそれ。喜びずれやつが出たらなんか、スーパーレアらしいっすよ、一応な。スーパーレアだって。一応スクショ撮っとくか。反応しずれやな、ほんとな。はい、では次のキャラね、回していきます。これ歌ったら、リズムネタしたらなんか、出る説やろっか。ね。リズムセット、あはまた飛ばしたんだけれど。いらないって、ここ長いんだよな、マジで。長すぎるんですよね。
あそこ入ったらね、一回入ったらマジで長いからな、ほんと。オッケー、次ね、回していきましょうか。うん。幸せなパラシュート。あ、俺も幸せだよ。これぐらいしか言うことないんだよ、もう。当たらん限りはな。下多いんじゃん。また下多いんじゃん。また下だけにな、ほんと。はい、それでは、次も回していきますよ。あんまこういうね、やるとね、なんかね、寒くなってくるけんね。イヤホンがいいかなと、さっきから考えようです。うん。はい、じゃあ次も、回していきますよ。パラシュート、幸せからの、ね、俺にもその、ガチャの幸せを、分けてほしい。パラシュートじゃなくて、幸せなガチャをね、知りたいよね。ワイパー。じゃあ次も、回していきまーす。幸せなパラシュートからの、幸せなガチャね。このキャラなんか何気に、エヴァンゲリオンのバイク持ってるね。バイク被らせたかったなー。前回ね、もっといいイセマラがあったから、できんかったんだよね、エヴァが。ほんと、次のね、エヴァガチャはね、なんかそういうことしたいっすよね。さあ、また、次もね、開けていくと、いった感じですよ。ね。そろそろ金枠おいで。うん、金枠。金枠おいで。赤はいらんよ。はい、それでは、次も回していきたいと思います。気づく次ですね。この喋り方あんまね、慣れてないからね、めっちゃ噛むと思うよ。こんな感じのね。まあ、こっち行ったじゃねえか、ほんと。変な声出すから。長いんだよ、マジで、あそこね。長すぎるんすよね。エフェクト、短くていいよ、短くて。おー、なんだそれ。変な声出したら来るんかな。でも、変わんねえよね。下は変わんねえよ。うん。はい、それでは、やっていきますよ。なんか違う声でやるな、やめよう。声の方にね、集中しちゃってね、なんか、ガチャに行かずになんか、また変なね、クソ長いイベント出すから。クソ長エフェクトをね、投げんだよ、あれマジで。うん。はい、では次も回していきますね。もう普通に回した方がね、ミスが出なくてね、いいと思う。ミス出ると長いから。クソ長エフェクト、もうね、ちょっとね、殺意が湧くもん、本当に。うん。はい、ではまたですね。開けていくといった感じです。この無料ログインで今のところ俺金枠ね、あんま出したことないから、じゃ金枠の確率低いまであるんだよね。2周年の時ね、めっちゃ金枠なかったからね、ほら、こいつばっかり来る、ほんとに。オッケー、次も回していく。これマジ、金券受け取れたら、ほんといいんだけどね。金券はマジね、同端末制限があるからね、もうあるかないから全然効率変わるからね、ほんとに。あー、ワイパー。オッケー、また次ですね、回していきたいと思います。こちらですね、道で回していきたいと思います。ゲスボドなんかイケボってね、亀一人になりますよ。マジで。いや、でも今のがイケボって言ったらダメか。はい、では次も回していく。幸せな新年。新年別にまだ何もないんですよね、ほんと。新年の前に年度末っていうめんどくさいやつがあるからね。年度末はマジでめんどくせえ。うん。はい、では次も回していく。幸せ。二人は幸せな〇〇をして終了と。うん。俺一人だからな、今。俺今、部屋で一人だからな。二人にしてくれ、二人に。うん。二人にや。はい、では、次も、回していきますよ。パラシュートをね、もう親の顔ほど見たパラシュートを受け取って、こちらを回していくと。親の顔ほど見てないアイテムが見たいんだけれどね。それはそこそこ見るな。はい、オッケー、次も回していく。これ、はい、オッケーって言ったらなんか、違う人と勘違いされるからね。言いづらい。はい、オッケーとナイスはね、マジでね、ちょっとね、気を使って言わないといけないっていう。いらねえよ、ほんと、お前さ。あたりの気になって出てくるな。俺、これ三つ目なんだけどさ、ね、どのキャラでもこれ、俺、使わんのやからな。いつ使えって言うんや、ほんと、もう投げるぞ。はい、じゃあ次も回していきたいと思います。思います。結構オレンジ青が来るんだけどね。全部オレンジ微妙っていう。ストラップとかマジでゴミだから。てかストラップが俺被ったところ見たことないんだけどさ、ストラップって被ったらどうなるわけ？いつもこれ気になるね。うん。ストラップそういえば本当にマジで被ったところ見たことないね。もう十字剣になろ？ストラップ被ったらね。オレンジでも金十字剣になろ。そしたらストラップもね、出た時に喜ばれるよ。お、これ2枚目、2つ目のストラップ出たら、ワンチャンチケットじゃんみたいになるからね。うん。そうしよう。ダイヤとかね、そこら辺には並んでいいっす。うん。オッケー、じゃあ次も回していきますよ。というも、回していきますよ。まだね、ちょっとなんで、ね、最後の最後で金枠出したいね。うん。オレンジ枠はね、もう出るって分かってるんで、あとはもう金枠だけ。うん、それさえ出せば、いろんな人のね、信用を得られるんだよ、ネットイース、荒野運営な。
金のパラシュートじゃねえよ、ほんとな。OK、じゃあ次ですね。これラストのキャラなんで、最後に勇士の美を見せてほしいっすね。いや、でもこのね、恍惚のひとときをね、毎日過ごせるってのはやっぱいいっすわ。まあ、こういうイベントはね、常にね、用意してほしい。もうそしたらね、俺得なんで、俺だけ大勝利になるんで、いやーもうちょっと用意しといてほしいんだけれどなー。最後にスプレーやめろ、服じゃねえから。まあ、こんな感じでね、いろんなことやってますんで、よかったらチャンネル登録、高評価、通知の方よろしくお願いします。ツイッターやってます。フォローバーしろと言われたらフォローバーしますのでよろしくです。TikTok、ミルダム、そちらの2つもやってます。ミルダムと YouTube コミュニティ欄の方では、クランドが個人用アイコンのプレゼント作成企画やってますので、そちらもよろしくです。あと LINE の方で動画の通知も出してます。よかったらそちらも登録してください。サブチャンネルの方でも動画もぼちぼち上げてますんで、よかったらそちらも登録してみてくれると嬉しいです。そんな感じです。それでは。